はい、皆さん、こんにちは。P40 でございます。本日はね、若字ペナントの方やっていこうかなと思うんですけれども、はい、ということでね、やっていきます。というのも、まあ、今ちょっとね、野球が、を見ながらやっていますので、ね、まあ、ちょっとね、会話が止まったりすることがあるかも、会話っていうか、まあ、話が止まったりすることがあるんだけれども、まあ、そこはね、ご了承くださいということでね、早速、若字ペナントやっていきましょう。といってもですね、若字ペナントよりも非常に久々でですね、どういう状況かちょっと忘れちゃったんだけど、とりあえずちょっとね、オーダーだけ見てみて、顔も取り戻そうかなと思います。なるほど。結構まあ入れ替えをしたのかな。で、野手、ああ、なるほどね。これ、ああ、29人いるね。はいはいはい、なるほどね。了解です。さあ行きましょう。ということでまあね、やっていくんですけれども、まあ私昨日ですね、まあ実はこの話結構ついさっきまでね、撮ってた、座礁の動画の方でも言ってたんだけど、実は私ガルパンを見てきまして、はい。ガルドのパンツァーの最終章のですね、3章の方をね、実は私最近見てきまして、そうですね、非常に面白かったんだけど、まあその話はね、座礁の方でも軽くはしてるんでね、だからまあその話もまあちょっとだけした後にですね、実はね、その時にですね、見つけたものが一つありまして、何かというとですね、あれを見つけまして、なんだっけな、あれ金色モザイクのチラシ、たまに置いてあるじゃないですか、映画館とかに。それを見つけまして、あ、ねえ、もう、ちょっと撮ってきましたね。金モザかーと思ってね。金モザもね、あとはなんかチラシを大きくしてさ、よくあるやつ、映画館の。あれも見つけまして、あ、もう金モザも映画やるのかと。ねえ、金モザもね、その映画が終わり、おお、会場買った、買った。金モザもね、その映画が終わったらね、おそらく、アニメのもの方が多分やらなくなると思うんですよ。だから悲しくもあるというか、やっぱりこうね、金物もね、一つのキララのね、代表的な作品ですから、やらなくなるというか、キララのね、あれが終わると思うんだけど、まあちょっと悲しいけどね。でもまあしょうがないかなと思います。私ももちろんね、見に行こうとは思ってるんだけど、非常にだから楽しみですね。当たる気持ち不調か。マネアがヒットを打ちました。非常に、いいと思います。ただ今日はちょっとこれでいこうかな。さあスタート。負けだね。はいはいだね。まあしょうがない、今日はちょっと、まあ、渡るが絶不調だったんで、そこはいいんだけど、渡るのホームランが出るのが高いですね。渡る渡るで、確かすごいって言ってるさ、2人でも渡るって呼んでるからさ、ねえ、ちょっと区別をね、どうつけようかなと思ってるんだけど、そんな感じでございますね。金モザとか懐かしいもんね。なんかね、一時期キララでさ、キララでなんかそのキララ作品のさ、なんだっけ、キララの、なんだっけな、キララのもの、キララのものって言われて、キララの作品の、セールみたいなのがまあやってたんだよね。そう。220円ぐらいで、作品が買えますみたいなこと書いてあって、うわ、すげえ、買おうと思ってね、行ったら電子書籍だったんだよね。自分電子書籍使ってないからさ。電子書籍は使ってないからさ、なんか買えなかったんだけど、正直ちょっと欲しかったね。それはあるんだよね。さあ、どうかな？勝ったね。よーし、宮城さん勝ちですね。バトルいいね。ホームランをずっと打ってるね。まあそんな一番バッターでね、いいんですよ。さあ、まあ、そんな感じで。サヨナラホームラン、あ、素晴らしいね。ございます。バトルも早く帰ってきてくんねえかな。もう怪我してるんだっけ？ちょっと飛ばすか。厳しいよね。さあ。ヨザくんが4日の怪我。でかいけどね。佐々木くんが6日の怪我。与田くん怪我回復。全然勝てない。
ツーアップ2だろうね。ねえ、さあ、おお、巨人勢いいね、強いね。秋山、ああ、お、え、いや、秋さん帰ってきてないよ。え、帰ってきたのかな、帰ってきたんだっけ。うわー、ソフトバンク行ってんのかよ。まあそんな感じでございますけれども、どうかな、5月を終えて、まあ最下位ではあるんですけれども、佐々木くん回復ですね。さあ2日です。ちょっとオーダーを、オーダーっていうかピッチャー陣もちょっと入れ替えていきますか。そうだね、先発で渡るが良くないね。現実は中継ぎやってるから中継ぎやらせてみてもいいと思うんですけど、ただちょっと今中継ぎ適性がついてないんだよね。適性ついてないの厳しいよね。ねえ、どうしよう、尾形君があんまり良くないんだな。去年結構良かったんだけどね。宮川さんはまあいっか。浜崎か、浜崎君はでもいいんだね。宮西さんもさすがですね。中尾君とかそこそこいいんだね。宮川さんをちょっと一旦、ちょっと宮川さん大怪我してるね、経験があるので、なかなかちょっと一軍にずっと置いとくのも怖いんだよね。で、野手。戸川くんがいい感じに育ってるね。あ、渡るすごいね。あ、相手くんもなかなか上げてきてる。ガクトチェンジ、いやー、リュウセイと結構厳しくなってきてるね。ちょっといいや、一旦、あー、ガクト落とすか、一旦ガクト落としてブランドン上げようで、ベストオーダーサードにじゃあブランドン入れようかな。2番は厳しいから、あ、わ、山村くんすごいね。6番、これでいいか。で、翔平入れようかな。よし。で、センター。入れこうか。よし。さあ、そんな中で5月やっていきましょう。交流戦開幕前までちょっと飛ばしますか。あ、結構5月の後半なんで、交流戦ね。勝つね。勝つよ。お、結構勝つね。あ、いいね。めちゃくちゃ勝つね。え、何これ、なんでこんな急に、ま、負け、あー、でも、勝つ勝つ勝つ。あー、やっぱコーナーとかしっかりしてんのかな。あ、渡辺くんノリノリ。ちょっとこれでかいね。さあ、渡辺くんノリノリならちょっと上げますか。与座くんがさすが。コーナーもいい感じですね。去年コーナーが一勝もしないんで、確かに。ちょっと厳しいんだけど。渡辺くんあげようかな。誰下げよう、渡る下げよう。うん、これでいこう。伊藤くん 9.00、 佐々木くんはちょっと気が疲れてるから、大将、大将かな、大将かな。左、竹口くんちょっといこうか。じゃあ伊藤岡さんがなかなか。ちょっとね、ここ2年全然何もし、1年か、何もしなかったんだけど、いいですね、さすがですね。さあ、そんな中で今年は1年間柘植くんをね、キャッチャーで使うっていうのをね言って、あ、渡辺くんと結構いいね。あ、ノベすごいね。山村くんがちょっと落ちてきちゃったけど、あー、翔平がちょっと微妙になっちゃったんだけどね。戸川くんいいな。岸くんもなかなか育ってきてる。あー、ちょっと面白い。やばい、ちょっと面白いぞ。待ってね。じゃあ誰スタメンでいこうかな。なんか外野はみんないいね。トカノ君ちょっとしばらくアイト君とチェンジで使ってみようかな。で、岸君もちょっとセンターで。ノベもいいから、川野君、ブランドン。ブランドンね、私ブランドンとチェンジで使ってみよう。まあ、これでいっか。よし。交流戦開幕ですね。とりあえず6月。
あ、止まって滝口くんね、3週間の怪我しちゃった。じゃあまあ大将かな、左なら。大将だね。よし、宮西さんがちょっと疲れてるね。まあいっか、よし本当にこうね、金武座、金武座の話に戻るんだけど、懐かしいというかね、金武座ってやっぱ結構ね、あのキララ見てると誰でも通る道というか、そんな感じがしますからね。斉藤くんが乗り物になったわ。ちょっとごめんね、つげくん使い続けるとは言ったけど、ちょっとキャッチャーで乗り乗りが出てくると使いざるを得なくなってくるんだよな。戸川くんもちょっと厳しいね。ただまあつげくんは別にそんなに悪いわけでもないから、はるかだな。自分もね、やっぱこうキララジュニア、あれは結構ね、あれ、金物は結構ね見たタイプなので、まあ結構普通にちょっと1回ぐらいなんだけど見たのでね、やっぱ思い出は強いですね。一番は53なんだけどねどういう笑いなんだって話だけどねまあどうしようかな、ブランドンじゃ行くかい、もう一回。ちょっと今までがあんまり良くなくなってきちゃったから、このオーダーで行こう。よし、4番騎士君はちょっとないわ、これは違うな。ちょっと待って、あ、これでいいんじゃないかな。ちょっとマナヤをしばらく使って、マナヤはね、やっぱなんといっても去年ですね、2割9分ってますから、交流戦終わりまでちょっと飛ばしますか。お、上間くんノリノリがでかいね。どんどんノリノリが出てくればね、その分どんどん使えますので。どうしよっかな。ただ下げるピッチャーはそんないないね。みんないいね。どうしよう、下げるピッチャーは全然いない、みんないいんだ。これは嬉しい悲鳴だね。ちょっと伊藤くんとチェンジしばらく、ちょっと今井くん中崎やってもらおう。これでいこう。よし、いや、あー、まあいっか、完投できるピッチャーだからちょっと中崎で使うのもったいないかなと思うんだけど、まあいっかで OK です。さあ、宮川さんとかそろそろ回復してんじゃないかな。いけるね。じゃあ、でもなー、みんないいな、みんな中継ぎいいな。何これすごくみんな中継ぎがいい。みんな中継ぎがいいと結構参っちゃうね、困っちゃうね、なんかね、悩んじゃうね。よし、さあ、滝口くんが怪我回復という中で、じゃあ大将とチェンジだな。みんないいね。なんでこんなにいいんだろう、みんな。すごく困る。嬉しいね。嬉しい困りだね。まあ、それはいいんだけど。さあ、じゃあちょっと前半戦ガッと飛ばしちゃう？でも結構まだ技術あるんだな。とりあえずじゃあ7月まで飛ばしますか。なんだかんだ勝ったよ、これ。ワンチャンさ、100勝は、まあ100勝はしないだろうけど、100敗はしないだろうけど、100勝って。山部くんの能力が判明しましたね。さあ、7月。岡本くんすごい。岩沢さんすごい。あ、林さすが。ノリもいいね。さあ、そんな中で、じゃあどうなのかと、山部くん、あ、強い、え、強くないなんか最初の能力に比べて全然強いな、これ面白いね。ちょっと渡辺中継ぎ適性つけようか。ちょ、今なんでなんでかしら急に思いついたけどさ、渡辺今どこにいるの。あ、いた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 。ちょ、中継ぎ欲しいもんね、やっぱね。浜崎くんがちょっと打たれ込まれてますね。5点台悪くはないんだけど、佐々木くんちょっと、じゃあ、あ、待て、
れが、まあ今井君はちょっと疲れてるね。そうすると、じゃあ今井君を一旦落とそう。で、おまたに投げよう。よし。なかなかでも中継ぎが増やしてるからか、今年は中継ぎの怪我は少ないですね。まあね、2割5分か、結構いいところまで上げてるんだな。そうすると、じゃあそうだね、斉藤くんもなかなかやっぱノリノリだとバッティングいけるね。ノベとリュースでチェンジだな。内野が少ないね。今年の方はちょっと内野ドラフトで取ろうか。まあそんなこと話しながら、17日ぐらいまで。さあ、お、浦島くんの能力が判明して、まあでも使ってないから何とも言えないんだけど。結構みんな綱島くんのノリノリいいね。じゃあそうすると、まず綱島くんを積極的に使えて、川野くんじゃあちょっとちょうどいいからチェンジか。渡るがやっぱ状態すごいね。なんか一人上げてきたね。待ってね、ピッチャー森脇さんが怪我、まあいっか。一岡さんじゃきっとチェンジ。宮川さんあげよう。で、宮西さんちょっと、いっか、変えちゃおうか。大将。そっか。上面しまってね。赤尾くんとじゃあ大将でいいや。ここら辺は、あ、でも、落ちた入るのか。そうするとみんな疲れも取れるしな。なんとも言えないな。上山くん、なかなかですね。渡辺くんが、ちょっとなんか、ノリノリの割には、ビリッとしないな。ねえ。さあ、酒井くん。あ、まあ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 。あ、キレイ丸。使っていいのか、じゃあ。馬田くんとチェンジでいっか。で、ああ、なるほどね。まあまあまあ。佐々木くんとじゃあチェンジ。滝口くん。まあ、でもあんまり買いすぎてもいい、しょうがないかなと思うんだけど。これでいっか。よし。一応誰先発？渡辺くんかい？これ厳しいね。ちょっと誰か、背中で、ああ、じゃあ酒井くんちょっと背中で行ってくれないかな。まあでも言ってもね、まあもうちょいでオールスターなんで、ここまで飛ばしようか。今福くんの能力が判明ですね。渡辺くんが能力じゃなくて、ちょっと覚醒してくんなかったな。まあいっか。今、オールスターがあって飛ばして、この移動日も誰も選ばれてないだろうしさ。さあ、で、ここで、どうしようかな。まあみんな、でもオールスターブレイクはそんなにないね。去年はオリンピックがあったから結構休めたんだけど、今年はそうでもないね。ちょっとしばらく酒井くんはじゃあ使おっか。ああ、でも渡辺くん3勝もしてるんだ。今井くんこれは、なるほどね。成績不振で調整中なんだ。ちょっと待って、コントローラーおかしくなったわ。よしよしよし、ちょっと待ってね。危ない危ない。最近ちょっとコントローラーの状態が悪くてですね。困ってるんだけど。まあ、井上くんをちょっと上げようかなとは思ったんだけど。じゃあ、渡辺くんちょっと変えちゃおうか。ちょっと、そう、今井くんが絶不調な限りは、実際そんなに、あ、ちょっと待って、使うの忘れてた。綱島くん。セカンドで使おう。2番に行こうかな。山村くんがちょっと落ちてきちゃったね。まあ、いっか。岸くん、じゃあ、愛斗くん使おうか。ここで、満を持して。満を持してんのか分かんないけど。満を持してんのか分かんないけどね。
渡辺くんは本当に4番らしくなってきてくれたのはありがたいね。綱島くんか川野くんか、この2人のどっちかが覚醒してくれると本当にありがたいんだけど、そろそろね今日は終わるんだけど、綱島くん活躍したし覚醒しないかな。しないね。もうちょっと待つかい。8月ちょっとバッと飛ばして終わりにするわけじゃん。よし、なるほどね。あ、渡るが1週間に来ました。まあ、1週間ならあれなんだけどね、実際そんなに。あー、なるほど。まあ、いっか。ちょっと今日はここら辺の終わりにしておきますね。ということでね、ありがとう。バイバイ。